ハロー YouTube 速稼塾の久保でございます。高級石屋勤務さんね、プレゼント企画全然まだ続きますからね、まだやりますからね、全然大丈夫です。前回プレゼント企画をやった時、商品が2つ、そして次の日また2つで外れた方に、副賞をね、皆さんに差し上げますよっていうことで、すっかりと商品は履けました。でこれをテストマーケティングとして、こと本格的にね、ちょっとねこうプレゼント企画やりたいんですよ。プラスですね、どんなプレゼントが欲しいのかってことも募集しようかと思うんですけど、どうですかね。じゃあ無茶苦茶なやつはダメですよ。無茶苦茶な、あとずるいやつはダメです。もうね、100万円くださいみたいなのはダメです。それは自分で稼いでくださいって話ですよね。まあでもなんかこのぐらいの、要するにね、プレゼントって自分で買うのはちょっと気が引けるけど、もらうんだったら嬉しいなみたいな、こういうくすぐったいやつね、これがいいでしょ。だってスマホバッテリーとかドックコネクターとかって自分で2000円とか3000円出すのはちょっと痛いじゃないですか。でもプレゼントとしてもらえるんだったら、わあ嬉しいみたいな感じになるでしょ。ああいうね、ちょっとくすぐったいやつをね、いろいろプレゼント企画に入れていこうかと思うんですけどね、みんないかがでしょうか。それでは本日は以上です。またお楽しみに。